セカンドライフ上に再現された、インスマス・インスマスは、ハワード・フィリップス・ラブクラフトなどの作品に登場する、架空の街。ラブクラフトの小説、インスマスの影に初出した。ラブクラフトの複数の作品に登場し、他の作家によって書かれた、クトゥルフ神話作品にも多く登場する。アメリカ合衆国マサチューセッツ州エセックス軍に属す、マニューゼット川の河口にある港町である。 アーカムからニューベリーポートに向かう街道の途中に位置する。またキングスポートに向かう街道もある。街の周囲は湿地帯に囲まれ、交通手段はバスのみで、鉄道は廃止されている。約1マイル半沖には悪魔の岩礁と呼ばれる岩礁がある。1643年に建設され、漁業や中国やインドなどの貿易の中継地として繁栄した。 北岸の古い高級住宅地がその名残である。1812年に米英戦争が起こって不景気になるとガラス在庫をポリネシアの島民と金製品で交換した公益商人オベット、マーシュ船長がマニューゼット川を動力に金の精錬工場を経営し始める。川の上流北岸に工業地区ができ、周辺の軽工業の中心地となった。 ところが1846年に発生した謎の伝染病により一よにして住民の半数以上が死亡する。1861年の南北戦争や漁場の後輩なども重なり1920年代までに衰退した。元はバプテスト教会やフリーメイソンなどの宗教があったが、1840年にオーベット船長がカナカイ族の宗長、ワラキーから教わった。 ダゴン秘密教団という宗教団体が勢力を広げ、元のフリーメイソン会館、ニューチャーチグリーンを寺院、集会場として使用していた。教団を主催するオーベット船長のマーシュ家と彼の部下で、船員幹部だったウェイトやギルマン家、エリオット家が街を牛耳るようになった。この街の住民は、青白い川津に似た独特の要望を持ち周辺の住民から、忌み嫌われている。 これを通称インスマス面という。顔以外にも目が大きく、瞬きが少ない。にまたぴょこぴょこ跳ねるように歩く姿などが特徴に挙げられる。近隣のアーカムの住民を含め訪れる者は稀である。またインスマスを訪れ行方不明となる商人や役人も後を絶たない。1927年にアメリカ政府による密造主の取り締まりとされる。 住民一斉検挙が海軍と FBI の共同作戦で行われ、さらに交配が進み、半ばゴーストタウン化している。この一斉検挙の際になぜか沖の悪魔の岩礁に向かって海軍の潜水艦から魚雷が撃ち込まれた。ダーレスの英語の探求においては、新当主エイハブマーシュによって再興されていたが、主人公のアンドルー・フェランとエイベルキーンによって潰される。 現実のエセックス軍の他の地名と見比べた場合、マニューゼット側川口のファルコン岬にインスマスはあるが、これは実在では、イプスウィッチ側川口のグレートネックのイプスウィッチの位置にあると思われる。ただし、アーカムとセーラムのように地形が似ているわけではない。インスマスを覆う影に遡ること10年以上、ラブクラフトが1920年に執筆した小説、セレファイスにおいて、 同名の地名が登場している。こちらでは、ロンドンから歩いて行けるくらいの距離にある、近くに、断崖のある中は無人の村として描写された。同場説内の地名である、トレバータワーズは、未知なるカダスを夢に求めて、で、コーンウォール半島に位置するという設定が、追加されているが、イングランドのインスマスは、再登場していない。ありがとうございます。